J-WAVE Traffic Information Brought to you by Yupiter。 東名高速道路上り線大和トンネル付近、トラックなど車6台の事故で17キロつながっています。中央道の上り線は国立府中で2キロと三鷹付近で7キロ、県央道内回り狭山パーキングエリア付近は10キロの渋滞です。関越道上り線は高坂サービスエリア付近で5キロと練馬出口で4キロ、東北道上り線は川口ジャンクションで8キロを滞っています。外環道内回りは外環三郷西が2キロ、川口東で4キロ、東関東自動車道上り線は千葉北インターで6キロと湾岸市川で2キロの渋滞です。京葉道路上り線花輪付近では断続的に7キロをつながっています。アクアラインの上り線はアクアトンネル先頭で5キロの渋滞です。変わって首都高速道路です。中央環状線外回りの飛鳥山トンネル、オートバイ事故のため板橋ジャンクションまで3キロをつながっています。三郷線上りは小菅ジャンクション先頭常磐道三郷トンネルまで断続的に12キロ、4号線の下りが永福線と赤坂トンネルまで10キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。ユピテルのドライブレコーダーは高画質フル HD 記録で映像をはっきり、車の前と後ろにカメラを設置、2台のカメラで記録しっかり、夜間対応、スモークガラス対応、後ろだって映像をくっきり、カメラ2台のドライブレコーダーはユピテル。Over the wave 30th anniversary 30th anniversary J-WAVE。 We will soon arrive at 7pm. Enjoy Tokyo Night 81.3 J-WAVE。Trip starts here at the check-in counter. Relax in the comfort of the lounge. Now, the trip begins at the gate. ANA World Air Current。 こんばんは、博士太郎です。情熱と太陽の国スペイン、歴史的建築、アート、美食、スポーツ、そしてラテンの明るい性格の国民性、世界各国からの人気も高く、近年は1年に8000万人ほどの観光客が訪れているそうです。J-WAVE ANA ワールドエアカレント、今夜の旅のお相手は俳優の野村周平さん。今年スペインを訪れた野村さんはその面白さに魅了され、また行きたいと思っているほどだとか。1ヶ月半ほど撮影で滞在したとのことですが、どんな日々を過ごしたのでしょう。では野村周平さんとスペインへのフライト、今夜も音楽と一緒に出発の時間です。ラジオの前の皆さん、年末年始はどうお過ごしの予定ですか？毎年恒例の帰省？それとも家族で旅行？悩ましいですよね。そこで予定を決められないあなたのために、帰省派と旅行派の熱い議論をご用意しました。ぜひ参考にしてみてください。帰省派です。年末年始は実家で過ごすのに限るよね。お母さんのおせちは最高だし、家族でテレビ見て、地元の友達とカラオケ行ってストレス発散これきゃないでしょう。旅行派です。年末年始はもう絶対旅行、温泉にスノボに、もう冬は楽しいイベントがいっぱいだもん。家にいるのはもったいない。こたつでみかん、本場のカニ鍋、たこ揚げ、餅つき、露天風呂、まあどっちもありだよね。そう、どっちもありなんです。徳松
そしてどっちを選んだとしても ANA スーパーバリューで早めにチケットを取るとお得ですよ。年末年始は国内線の ANA スーパーバリューで。Experience starts here. ANA World Air Current. J-WAVE ANA World Air Current. 今日は俳優の野村周平さんとスペインへのフライトをご一緒します。野村さんは1993年兵庫県生まれ。2009年に応募者3万人を超えるオーディションのグランプリを獲得し、翌年テレビドラマでデビュー。2011年からは毎年数々の映画にも出演し、来週公開のビブリア古書堂の事件手帳では黒木華さんとのダブル主演を務めます。そんな野村さんにまずは今年訪れたスペインのお話を伺います。最近行かれたってスペイン。そうですね、スペインに1ヶ月半ぐらいドラマの撮影の方で行かせていただいてまして、はい、それがすごい結構、まあ普段あんまり自分で選んで行くことがない国に行けたんで、うん、すごい新鮮だったなと思いましたね、うん、1ヶ月半いると長いよね。結構いろいろとこう味わうことが。さすがに日本食食べたくなりましたね。はい、そうだな、はい、バルセロナっていう都市に、うん、日本料理屋さんがあって、うん、そこでもう帰る4日前ぐらいに初めて食べて。あ、でもそれぐらいずっと、それまではずっと。いや、それまでずっともうご飯が、うんうん、美味しいよね、はい、スペイン料理はね。絶対生ハムが最初に出てきて、なんかパエリアとか、はい、なんかずっと飽きなかったですね。ピザとかも案外美味しくて、うんうん、あのパンうまいだろ。あ、絶対硬いパンがついてくるんです、はい、ですけど、はい、あれで歯をなんかかっけさせるスタッフと僕もかけたんですよ、それ。本当、奥歯が硬いよね。で、スペインの歯医者にも行ってね。本当面白い経験だね。いえいえ、でも撮影って言ったらやっぱり忙しくなっちゃうでしょ。そうですね、でもまあ週2ぐらいで休みはしっかりとあったんで、はい、撮影もちゃんと8時間っていう縛りがあって、はい、まあ、朝起きたらそこから8時間っていう決まりがしっかりとあったんで、本当に素晴らしい撮影内容というか。じゃあ自分の時間も取れて、取れて、昼ご飯は絶対ケータリングっていうのも決まってたんで、毎日食には困らなかったですね。あ、本当に。ただ日本のスタッフのとキャストのバレ飯代っていう、何それ、1ヶ月の夜飯代を支給されるんですけど、1日1000円とかで暮らせと言われるんですよ。まあ、もう800円とかなんですよ、計算すると。はい、ちょっと辛いと。無理だよ、無理だよと。それは無理っつって、僕がその後輩の子たちが3人ぐらいいて、4人の物語なんですけど、その1ヶ月間そいつらを世話をするって。そしたらもうおごりすぎてて、日本帰ってきた時にお金がなさすぎて自分の生活が回らなくなるっていうやつはありましたけどね。先輩しょうがないんだよね。そうなんですよね。うん、わかるわかる。まあ、ありがとうと言ってくれればいいよみたいな感じで。まあ、そうです。まあそういうの、回ってくるもんですから。あ、まあそういうスペインの旅ですけど。そうですか。バルセロナ初めてだった、まず。そうですね、スペイン自体初めてだったんで、もうバルセロナとマドリード、一番初めに行ったのはバルセロナ、マドリッドに。うん、で撮影はちょっと田舎の方でやってたんですよ、はい、なんか教会とかがたくさんあるようなところでやらせていただいてて、はい、まあ、マドリッドは本当に綺麗な街で、うん、大都会だね。大都会でもなんか国際的というか、はい、少しやっぱり外国っていう雰囲気があったんですけど、うんうん、バルセロナは南米っぽいというか、少しやっぱラテンっぽいというか、うん、海もあるしね。関西のノリが、関西のノリが。僕もバルセロナが好きでしょっちゅう行きます。バルセロナいいですよね。バルセロナ、関西のノリ、関西のノリがスペイン語がやっぱりなんかローマ字読みじゃないですか。そう、ね、ローマ字で読んだら大概通じるんで、うん、適当なことをローマ字で言ってるっていうのが結構面白かったですけどね、うん、イタリア語とか
スペイン語は割と関西弁と同じイントネーションというか、うん、リズムとかテンポ似てるよね。似てますね。ちょっとね。ANA ワールドエアーカレント、今夜の博士太郎さんは俳優野村周平さんとスペインへの旅を楽しんでいます。続いてはバルセロナの海とアートのお話です。海も楽しみましたか？海は最高でした。バルセロナの海が近くて、そうなんだよね。しかもその綺麗じゃないですか、はい、ブルーだし、そうですね、もう人も愉快だし、なんか売りに来る人たちとかもなんかいいし、みんなお酒飲んでるし季節はいつ頃だったの？今年の5月でした。春く先だじゃん、はい、だから結構暑かったです。うん、海にも少し入ったりとかして、うん、まあもうほとんどお酒飲んで、うん、ちょっとあったかいとこ行って、うん、撮影なのに日焼けしに行ったりとかしましたもんね撮影なのに、はい、まあ一応、まあ、日焼けしていい設定だったんで、はい、なんか海賊みたいな設定だったんで。なるほど。まああともうそのバルセロナにあるステーキを食べれるバルというか、はい、ステーキとあとレバーが食べれるなんか居酒屋みたいなところがあって、うん、そこに入り浸ってましたねそうですか。ビールも何種類かあって、はい、ビールを飲んでそのステーキをサーロインを食べて、うん、でそのレバー焼きみたいなのを食べて、はい、海に行って、うん、よしじゃあちょっと田舎の方に帰ろうかみたいな生活を送ってましたね。いつもバルセロナは本当にでも海でこう遊んでる人たちも優雅だよね。みんなお酒飲みながらね、うん、海水浴っていうかなんか本当にね遊びながらで、ほら大道芸人っていうかアート作ってる人がいっぱいいるでしょ。いっぱいいますよ。砂の城とか砂の城面白いんだよね。いっぱい作ってますね。でもそのあのレベルがすごいでしょ。すごいね。もうみんな結構リアルな城と、ね、結構でかいやつもあったりとかして、でかい、ね、もう一日でもこれ潰れちゃうのによくこんなの作るなと思っていつも見てる。うん、なん素敵な街だよな。素敵な街です。犬はもうなんか自由奔放に歩いてるし、うん、結構アメリカより自由な感じがしましたね、はい、僕は、うん、とてもいいとこだね。 あと僕いつもあのバルセロナ行って印象に残るのはあのタクシーの運転手の運転の荒さな、はい、はいはい、すごい、ね、ひどいね。そうブーンって言ってブーンって行くよね。ちゃんと言ってくれるんですけどね。なんかあの iPhone とかでここに行きたいっていうのを iPhone を見せればもう、はい、あ OKOKOK 任せとけっつって連れてってくれるんですけど、うん、あ安いですよねタクシーの。安いですよ。安いですよね。安いです。すごく安いです。あと電車とかも結構ちゃんとあるから、うん、交通の便はいいですしね、うん、いいね。あんなに情熱的な国はなかなかそうだな、うん、まあ、あと、まあ、バルセロナはすごいアートな街だったんで、そうだね、まあ、博物館というかその美術館もたくさんあったりして、うん、結構僕は好きでしたね、うん、やっぱりガウディの建物は見てもらいました。見ました見ました見ました。街中にあるやつと、あとガウディ公園、はい、あの公園ね、公園 の、あのグエラ、グエラ公園に行ってちょっと見ましたけど、人が多くて、いやそれよりはやっぱあのガウディのもう普通に街に立ってるような建物とかが案外好きでしたね。綺麗だね。まああとはあれですよ、ど忘れしましたけど、あのサグラダファミリア、サグラダファミリア、うん、あれまだ建設中だったんです。まだ作ってます。まだ作ってますだいぶお金がかかってますよねあれには。時間もね。だからそれを皆がこうまだ見届けてるっていうその気分もすごいよね。うん、いいですね。まだできてないっていうね。あとなんかその洗濯物を外に干しちゃいけないとかあるじゃないですか、はい、中庭に絶対干さなきゃいけないとか、はい、その徹底した感じがすごい、やっぱこうやって街の綺麗を保ってんだなとか思いましたね。 J-WAVE ANA ワールドエアカレント、今夜の博士太郎さんは俳優野村周平さんとスペインへの旅を楽しんでいます。来週10月31日はハロウィンですが、スペインではこの時期ハロウィンと同じく亡くなった人たちの霊を弔う日である11月1日の祝日、トドスロスサントス、処世人の日が定着しています。バルセロナのあるカタルーニャ地方では前日にあたる10月31日はカスタニアーダ。カスタニアーダは栗を食べる日ですが、語源のカスターニャとは栗の意味。もともとトドスロスサントスで霊を迎えるにあたり
夜を徹して教会の鐘を鳴らし続けることになった人たちが栗や芋を食べて夜を過ごしたのが由来だそうで、バルセロナでは友達や家族とともに夕食の後、栗や芋でできたお菓子パナジェッツをワインとともに楽しむという習慣があります。パナジェッツはカスタニアダの期間限定の栗のお菓子で、バルセロナのあるカタリューニャ地方のこの時期ならではの楽しみです。ちなみにスペインの舞踊フラメンコでも使われるカスタネットはもともとカスターニャ、栗の形に似ていたことからカスタネットと言われているそうですよ。もしもし、もしもーし。って、ラジオなのに電話みたいに呼びかけてすいません。このもしもしって、実は日本語ならではの言葉だって知っていました？電話だけの挨拶があるなんて面白い、と外国人はみんな驚くそうです。働いている方なら毎日使う、お疲れ様。この言葉も日本語特有ですよね。英語にすると、You're tired, sir. 意味不明ですね。あ、今もしあなたが運転中なら、運転お疲れ様です。そろそろ家に帰る頃でしょうか。実は、お帰りなさいも日本語ならではの言葉です。え？ Welcome home は違うのかって？これは旅行などから帰ってきた人を迎える言葉。日常的には使いません。行ってらっしゃいも訳せません。いただきます。ごちそうさま、懐かしい、などなど、翻訳できない言葉って実はたくさんあります。そしてそれはどこの国も同じです。言葉に息づく感情や文化はスマホでは翻訳できない、検索では見つけられない、足を運んで感じるしかない。私たちはそう思うのです。世界42都市のネットワーク、国際線は ANA。Imagine the experience. ANA World Air Current. J-WAVE ANA World Air Current. 今夜の博士太郎さんは俳優の野村周平さんとスペインへの旅をご一緒しています。現地のスタッフとお仕事をされた野村さん、1ヶ月半過ごして感じたこととは？あとやっぱりスペイン独特のことといえば、あのディナーが遅いでしょう。あ、そうだ、あの、ね、日が落ちるのが10時とかだったんですよね。そうなんだ、昼、そうでも5月だったら絶対そうだね。でも僕ら撮影隊、これ日本だったらもうやばいことになってるねっていう、もう10時まで撮影させられて、そっから夜中の撮影でしょみたいな信じられないねみたいな。だから面白かったのが、はい、朝ごはんも絶対出てくるんですけど、うん、11時ぐらいになるとサンドイッチ休憩が入るんですよ、うんうんうん、15分ぐらいの、うんうん、でみんなでなんかそこも焼き鳥みたいなのとか出てきて、うんうん、でその焼き鳥とかパンとか食べてちょっとみんなで30分ぐらいべちゃべちゃ喋って、じゃあもう一回撮影しようかっつって、うん、でまた14時ぐらいに夜、そうそう、あの昼ごはん食べて、うん、夜ご飯とか8時9時とかですよね。大体レストランが、普通のレストランがオープンするのが9時なんで。そうですね、うん、そう、9時からディナーだから、大体スペイン人っていうのは1日に5回ご飯食べるのがノーマルなんだって。あ、そうなんですね。朝は本当にドーナツだけとコーヒーにして、はいはい、それで11時にサンドイッチ食べて、2時ぐらいにちょっとつまんで、で5時ぐらいにこうバール行ってちょこっとつまんで、それで9時にまたちょっと食べるっていう、その5回かよってね。大概あの広場みたいなところに出てる、うん、あの、はいはい、パラソルの下の、うん、あのカフェみたいなのが、うん、もうみんな緩くてな、撮影終わったら絶対必ずみんなでそこに座ってもう、そうね、もうお酒飲みながら、もうでも街も綺麗じゃないですか、はいはい、もうなんか教会とかも行ったんですけど、うん、もう教会もはここだったら本当にわ、俺は天使がいるわとか思いながらその後輩を連れて、はい、はあ、
ちょっとちゃんとしっかり祈ろうとかやって、うん、祈ったりとかしてたんですけど、うん、素晴らしい国ですね、あれは。そうだね、まあ、あの、日本人から見てみると、はい、一日 の, この生活そのものをやっぱりこうすごくこう楽しむ時間が長いっていうか、うん、そのために仕事をしてるんだっていう意識をすごく持ってる人たちです、うん、そうなんです。あと仕事もしっかりやるんですよね、うん、なんかあの、あ、8時間だから8時間だったら、はい、あ、もう終わりだよっていうのかなと思ったら、うん、やばいみたいな、あ、そう、結構、いや、あ、もうあと1時間だからちょっと頑張ろう、巻きでやりましょうみたいなてか、いや、もっと巻けるとこいっぱいあっただろって話はあるんですけどでも、あ、なんかそこで怠慢になるんじゃなくてやる気を出すんだって思って、うん、ああ素晴らしいなと思って、うん、でその後の酒とかもスタッフとかもホテルとかで、はい、中庭の方とか部屋から見えたんですけど、中庭見たらもう飲んでるのは ほとんどスペイン人スタッフとか で日本のスタッフもそれに混ざって飲んでたりしてて、うんうん、いいね、ああこれだって日本だとやっぱちょっと前の日飲んでたらちょっとイメージが少し悪いとか、はいはい、なんか酔っ払ってたら少しイメージが悪いと、うん、まあね、そんな感じもせず、うん、それで、まあ、次の日しっかりと仕事してくるわけですから、うん、もうこの国民性素晴らしいなと思いましたね。みんなスタッフ、日本人スタッフももうスペイン人になってました。あ、それはでもみんなでこうムードができるからいいな。うん、もう素晴らしい国でした、うん、そこ、そうね、ちょっと関西乗りってのがいいね。そうなんですよ、僕関西人なんで僕もそうなんで関西っぽいんですよ。ちょっとお笑いの感じがあるんですよ、なんか乗りが一発ちょっとね、ギャグかましてからなんか言うっていうやつね。そうなんです、そうです、なんか乗りが素晴らしいなと思ってあ、こんなに俺スペインいい国だと思わなかったなと思って、あ、行けてよかったね、また帰りたいです ね、僕は。本当はね、日本人多いですもんね。多いですよ、すごく多いし、うん、とっても過ごしやすいですよね、うん、気候も一年中いいですし ね、いいね、いや、でもいい出会いですね、じゃあね。ええー、そうなんですよ、また行けるかもしれませんね。プライベートで行きたいなと思ってます。 Imagine the experience ANA World Air Current。博士太郎がお送りしている J-WAVE ANA ワールドエアカレント、今夜は俳優の野村周平さんとのフライトをご一緒しています。野村さんにはスペインのお話を伺っていますが、先ほど話した通り、僕はまあスペインでも特にバルセロナが大好きでしてね、初めて行ったのは5年くらい前かなと思いますね、まあ、息子があのサッカー見るのが好きでね、でバルセロナのファンなんですよ、うん、それでよく行くようになったんですけど、まあ、あのスタジアムで見るゲームもすごく楽しいですしね、すごい大きいんだよね、なんか迫力あります。そしてあとは何よりも、まあ、僕は釣りが好きなので、で割と船を出すところが便利なんです。それともちろん美味しいものがたくさんありますからね、バルセロナはなんか、そしてね、やっぱりなんと言ったらいいかな、街ごとアートみたいな、うん、だから建物見るだけでも楽しいし、公園行っても楽しいし、なんだかねすごく刺激を受ける街ですね、バルセロナ。ああ、もう話してるだけで行きたくなっちゃうさて、お送りしているのは今年リリースしたニューアルバムオールタイムベストから博士太郎でエトピリカ2018デュオバージョン。Current. J-WAVE ANA ワールドエアカレント、今夜の博士太郎さんは俳優の野村周平さんとの旅を楽しんでいます。続いては野村さんにニューヨークのお話を伺います。ニューヨーク、今年は5月にスペインで、うん、スペインから帰ってきてその2日後ぐらいにニューヨークに遊びに行ったんですけど、ニューヨークこれ遊びで、ニューヨークもプライベートで、僕スケートボードっていうスポーツをやってまして、
まあやっぱニューヨークまだ行ったことがなかったんで、うん、ストリートを感じにというか、うん、スケートボードをしに行ったんですけど、うん、街で滑ったりとかして、うん、すごい楽しかったですねやっぱり。スケートボードってなんか西のイメージあるけどやっぱニューヨークなの？まあ発祥は LA なんですけど、うん、西の方なんですけど、うん、やっぱり、都会でやることも多いんで、ね、ロサンゼルスも行ったんですけど結構ゆったりしてるじゃないですか。そうそうそう。でゆったりしてていいなとは思うんですけどあんまり僕ゆったりしてるの好きじゃなくて結構まあ年取ってからいいやな。そうなんですよ。でパキパキ動きたいなと思って、うん、だからニューヨークだと自転車で移動できるし、何でもできるから、ね、なんかスケボーでも何なら移動できるし、そうなんだよ、ハキハキ動いてるというかまあ人が移動してるからやっぱり、はい、まあそれだったら東京でもいいなと思うんですけど、でもやっぱりニューヨークはニューヨークだよ、うん、やっぱりねなんか雰囲気があるし、やっぱり色、まあ、世界中から人が集まってるから、あの街中で売っているチキンオーバーライス、はい、いいですね、あれでいいですよねあれをなんかソースなんか辛いソースにするかって言われて、あ辛いソースにくれって言ったらめちゃめちゃ辛くて、はい、隣のお腹空いてそうなあのおじさんにあげるっていう辛すぎて食えなかった辛すぎて食えなくて、いやちょっとあげるよみたいな、マジかよお前みたいな、うん、お前は神様だみたいな、逃げて逃げて突き上げてあとなんかあのホームとかでよく、うん、音楽とかやってたりするじゃないですか、はいはいはい、踊ったりとか、はいはい、あと電車の中でパフォーマンスが結構したりしてて、はいはい、やっぱそっちもそっちで自由なんだなと思いましたね。あれはあのパーミッション取るの大変というかこう許可取るんだけど、はあ、あ取るんですよ、ね、そうオーディションあるんだよ、ロンドンもそう、あれ勝手に勝手にはできない、ゲリラでやってるわけじゃないんですね、知らないの、ちゃんとライセンス取らなきゃなんないの。へえ。でも必ずその駅でそういうパフォーマンスするということは逆に言うともうその街でそういうことをやろうってことなので、ああじゃあ街づくり、街づくり、もちろんそうです、もちろんそうですよ。だ東京とかとはちょっとイメージが違うね、そういうことまだ時やってないから、そうですね、最近ちょっとやり始めましたけどね、うん、でもちゃんとだからあれはライセンス取ってやるんですよ。ああそういう情報をしっかりと教えてほしいですね。そうだな、そうだな。そうやった場合ね、東京もできることありそうですね。いっぱいあるよ、いっぱいある。それ知らなかったな。あれ勝手にゲリラでやってるもんだと思った。そうじゃないんだよ。それは逆に言うと怒られちゃうんだって。うわ、ちょっと。うん。でもいい話ね。いい話ですね。みんなそこでまたどんどん頑張っていくっていう人たちばかりですからね。ああ、そうですね。はい、そこからもう見つけれますしね、新たなる才能を。そうなんですよ。素晴らしいアメリカアメリカ素晴らしい、アメリカらしい話ですよね。そうですね、うわ、うん、それ知らなかったな、うん、ニューヨークは何日ぐらい行ってたの？は1週間ぐらい。あいいね、うん、それも後輩の18歳ぐらいのスケーターの男の子と一緒に行ってたんですけど、18歳なもんで外に連れ回せなくて、あそうか、だからちょっとごめんお前今日はホテルなっつって、そっかそっか昼間は一緒にいるんだけど、だからお前まだニューヨーク早い俺がめんどくさいみたいな、まあ、まあ夜は夜でねクラブとかいろいろ行きたいしな、そう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 、なんかその年齢確認の厳しさとか、まあ、そういうのもちゃんとしてるし、まあ緩いとこは緩いですけど、感覚がちょっと違うよね、はい、でもやっぱもう刺激が多くてたまらないですね、やっぱ海外は。 ANA ワールドエアカレント、博士太郎さんと俳優の野村周平さんのお話まだまだ続きます。さて来週11月1日にこれは黒木華さんとのダブル主演映画ビブリア古書堂の事件手帳公開になります、はいはい、さあこれはもうね皆さんご存知のあの人気小説が原作ですが、はいはい、どうでしたか取り終えてみて。そうですね、これ一回ドラマで一回あの、はい、剛力さんが主演でも実写化されてるんですけども、すごいしっかりとした謎解きがあってミステリーなんですけど、このタイトルだと少しなんかどういう内容か分かりづらいんですけど、最初見た時にあすごいのほほんとしてるあったかい映画なのかなって思う雰囲気があったら、過去と現在で分かれてるんですけど、その過去のパートのお話が結構えげつない、うん、ドロッとドロッとしたお話になっているんで、本当そこから本当しっかりとした謎解き映画になっていくんで、はい、すごい楽しかったですね、うん、やってて。どうですか、はい、黒木さんとの共演シーン多かったと思いますけど、どんな方でした？
黒木さんはね、物静かな印象が皆さん持たれてると思うんですけど、うん、結構おしゃべりな方で、うん、あと音楽とかも、あ、そういう音楽聴くんだって。本当あ、すごいっすよ。なんか、結構ヒップホップ寄りなんですね。そう、へぇ。みたいな。ああ、結構、僕の畑の方のやつよく知ってらっしゃるんですね。あんた。結構、面白かったです。そういう面白い方でしたね。いいね。あの、舞台、北鎌倉。まあ、そうなんですよ。はい、鎌倉の街ってのはどうなんですか、はい、まあ、鎌倉もゆっくりしてますよね。やっぱりちょっと湘南というか、まあ、いいとこだよ、近いし。だからもう、うん、なんかバケーションで行くには最高のところでしたね。まああと結構鎌倉のシーンいっぱいあるんですけど、うん、ほとんど鎌倉で撮ってないんですよね、うん、2日ぐらいしか鎌倉行ってないですその他全部伊豆で撮るっていう夢のない話を少しさせていただきます。それまあそれも映画ですから。そうです。それをどれだけ湘南に見せるかっていうところも映画のいいところなんです。そうだね、はい、そういうもんだよな。海に飛び込むシーン何度もありますけど結構ハード。あれが撮ったのももう10月とか11月なんで結構寒くて、まああそこ伊豆で飛び込んでたんで、しかもなんか向こうはそれを見て少し涙ぐむみたいな芝居だったんで、僕ずっと海にいなきゃ入ってなきゃいけないんですよ、服着て。で向こうのお付き合いのためにずっと入ってたんですけど、結構なルーズショットがあったんですよ。それでも涙映んねえだろっていうぐらいの長さなのにいさせられましたからね。結構監督厳しいなぁと思う。しかも潜んなきゃいけなくて結構寒かった。はい、もうその後はすぐ温泉入りに来ましたけど。お疲れさん。はい、ありがとうございます。そんなことも含めて皆さんぜひ楽しみに見てください。はい、さてこれ最後に必ずゲストの方に伺ってるんですが、周平さんにとっての旅一体どんなものですか。まあ勉強ですよね。僕にとってはまだまだ若いですし、まあ学びに行くというか、いろんなことを教えるというか、やっぱ旅イコール遊びっていうところもあるんですけども、遊ぶ部分もあって学べる部分もまだまだたくさんあるし、やっぱ見てみないと、なんだろう、インターネットとか調べて画像で見るのは簡単ですけど、やっぱりその時に行ったその空気とか音とか、まあ、肌とかで感じるものがあるんで、やっぱ本当にもっとみんなに海外に行ってもらいたいなと思いますし、僕にとって本当に旅っていうのはもう勉強ですよね。もうその吸収しに行くっていうか、そう、これ解いて仕事も遊びも全力でやってください。はい、そして全部吸収していく。はい、だから僕にとって旅は勉強です。いいね。はい、これは沖縄の波の音。沖縄の民間伝承に伝わる理想郷ニライカナイはこの波の先にあるといいます。でも私の理想郷はもうすでにここにあるようです。あー、帰りたくない。マイルを貯めてもっと羽を伸ばそう。 ANA カード。ここは沖縄残波岬灯台の上、地上から30メートル階段を上るともう目の前を遮るものは何もありません。ぐるっと360度水平線と地平線だけ。人って何もないってだけで感動できちゃうんです。普段何でもありすぎるところにいる私なんか特に。マイルを貯めてもっと羽を伸ばそう。 ANA カード。J-WAVE ANA ワールドエアカレント、今夜は俳優の野村周平さんとスペインへのフライトをご一緒してきました。そして土曜の夜を彩る私たちのイマジネーションのフライトはこれからも続きます。博士さん、今日のお話はいかがでしたか。24歳だって周平君いいな。
僕も24ぐらいの時はね、やっぱねバンドだからデビューしてしまう、うん、世界中飛び回ってた中でもその頃いろんなことを見るっていうのは大切だなと思いましたね、本当にこれからもたくさんいいお仕事をしてください。楽しみにしております。応援してるね。さて来週はシンガーソングライターで映画音楽作曲家のセブ・ヒロコさんとのフライト、セブさんが何度も訪れている街パリの話を伺います。お聞き逃しなく。そして番組のホームページもぜひご覧ください。今夜の野村周平さんとの会話をはじめ、オンエアした曲目紹介、これまでにお越しいただいた方々のアーカイブなど充実した内容になっています。皆様からのメッセージもお待ちしております。番組ホームページは J-WAVE のオフィシャルサイト j-wave.co.jp から ANA ワールドエアカレントのページへアクセスしてください。現在番組では飛行機の機内をはじめビジネスなど様々なシーンで使用可能な番組オリジナルのスリッパ&スリッパケースを毎月5名様にプレゼントしています。ご応募は番組ホームページから。たくさんのメッセージをお待ちしております。それでは来週も想像の翼を広げて ANA のチェックインカウンターでお待ちしています。今夜の旅のお相手は野村周平さん、旅のご案内役は葉加瀬太郎さんでした。ANA World Air Current. This program was brought to you by ANA. We will soon arrive at 8 p.m. Enjoy Tokyo Night 81.3 J-Wave.